はい、こんにちは、リホです。今回は矯正の期間が長い理由について話していきたいと思います。それではゴー。リホは矯正をしていて、これが一番矯正の期間が長いなって思ったのがリテーナーです。とも矯正で大事なものなんですけど、まずリホブラケット矯正をしていて、そこから前歯の出っ歯とガチャガチャ歯を引っ込めて直していったんですけども、それが元に戻らないようにマウスピースを毎日はめるっていうのがリテーナーっていうんですけど、そのリテーナー期間があまりにもすごい長いです。でよくコメント欄とか見てると、このリテーナーでみんな歯がまた元に戻っちゃったっていう方がいて、これ結構大変なんですけど、やっぱりめんどくさいが勝っちゃうというか、その気持ちもわかる。マウスピースをつけると全然喋れないんですよ。食べれないし、なんか違和感感じてストレスっていうのがあったりして、リホ寝る時につけているんだけど、その寝る時もうやっぱ忙しいと忘れちゃうし、まずマウスピース自体も毎日やっぱ歯につけるから洗うわけじゃん。それが食器用洗剤なんですよ。なんかこれ歯科によるらしいんですけど、リホの歯科は食器用洗剤を入れて水入れてつけといてみたいな感じで洗浄方法が一応あるんですけども、友達の行ってる歯医者歯科ではなんかそれ用のポリデントみたいな感じのなんか洗うやつをくれるらしいです。食器用洗剤でも問題ないよってことなので、リホ食器用洗剤でやってるんですけど、疲れてる時にさ、疲れて家帰ってもバタンキューって時とかちょっとめんどくさくて、まあ、たまーにつけ忘れることもあるんですけど、これを結構もうめっちゃやってる。多分2年ぐらい経ってます、これで。めんどくさいっちゃ、マジでめんどくさい。歯を戻らないようにってのはわかるんだけども、やっぱり大変だよね。つけて寝て朝取るっていうルーティーンなんですけども、大変です。ちょっと毎日続けるのがね、不向きな人は大変。リホ結構不向きタイプ。ぶっちゃけブラケットだったから歯を抜いたりとかなんかいろいろ変化があったから良かったんだけど、リテーナーなんかさ、それ変化起こんないよって感じなんだよ。ずっとはめて良くなった歯を固定するためにつけてるんだけど、それがめちゃめちゃ大変です。変化ないってこんなにつまんないんだって思った。ほんま大変、それが大変っていう話でした。やらなくてさ、リテーナーちゃんとしなくても戻っちゃうのももったいないし、今一番やりたいのがホワイトニング。マウスピースをずっとはめてるじゃん。もう8時間ぐらいは最低はめてなきゃいけないって言われたんだけど、なんていうの、でもはめてからお茶とか結構飲んじゃうね。この歯並び悪くなった理由っていうのが、もともと生まれつきっていうのもあると思うんだけど、鼻をめっちゃ噛んじゃって夜とかめっちゃ口呼吸になっちゃうんだよ。話をして鼻で息するようにしてるんだけど、だんだんやっぱ寒さとか寒暖差とかで急に鼻詰まっちゃうんだよ。めっちゃ口呼吸になっちゃうんだけど、それで口呼吸してると前歯が出ちゃうらしいの。どうもなんかよくわかんないけど、そうやって歯医者さんに言われて、歯をきれいにしたってそうなっちゃった原因である鼻詰まりを直さなきゃいけないのね。これなんかマジで矯正と一緒にやったからもう結構経ってるんじゃないかな。毎月耳鼻科に通ってるの。めっちゃアレルギーあって、花粉とかもそうなんだけど、ハウスダスト寒暖差とか結構なのがちょっといろいろあって全然治らなくて、これがもうびっくり。なんか手術した方が早いと思うんだけど、怖くて手術できなくて、ずっとその錠剤みたいななんかタブレットと鼻の薬を毎日飲んでるのね、2個。だけど治んないんですよ。治んないし、人よりすっごい鼻かむから、なんか鼻の毛開いてきたし、超最悪。年取るごとに悪化しててマジで困ってる。ちょっと鼻詰まり改善とか治った方いたら教えてください。このインスタのリールとかによく矯正のなんかちょっと短くまとめた動画載せてます。見てください。 YouTube のね、再生リストにも矯正始めた時の動画載せてますので、気になる人は見てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。